第1レースはスタートして2コーナーでハイサイドしそうになって、他のライダーと接触してコースアウトして順位を一気に落として、まあそこから追い上げて15位まで行ってポイントは取れたんですが、まあ自分の思う展開じゃなくてすごい悔しかった。第2レースはまあスタートして良かったんです、スタートして良くて序盤は良かったんですが、パスされてからその後ペースが上げられなくて離されてしまって、その後単独で走っていたら後ろからマヒンドラのライダーが来てしまって、そこで、あんまりペースが上げられなくてそこでも離されてしまって、でまたカルボのライダーが来てそこでも抜かされてしまって、まあ、そこでは一緒にバトルができてすごい最後もいい展開で争うことができて、まあ、すごい勉強には なりました。まあでも自分の理想の展開になれなかったのはすごく悔しいです。次回は表彰台狙って頑張りますので、よろしくお願いします。 Thank you.